登山家の山ちゃんです。今日はですね、天狗山の前回迷ったところをですね、救世主の達さんと、一緒に、行きたいと思います。でプラスして、三淵山を登って、天狗山、荒尾山、天狗山と、そこら辺の近郊の山を登っていきたいと思います。はい、では行ってきます。はい、今鎌剣坂入り口の道標があるとこですね。ここから金峰山に、行かなくて、この橋を渡ってですね、この細いところを行くと三淵山の取り付きに、行くようです。はい、行ってきます。三淵山のですね、取り付き今歩いてますけども、すごく荒れてます。特に竹が、倒れてるとちょっと、難儀しますね。はい、ちょっと頑張ります。今三淵山途中ですね。ただ石切り場っぽいところを今行ってますね。もうずっと道はめちゃくちゃ荒れてます。はい、もう立ちさんがすごい先頭で頑張ってくれてます。はい、わあ、音聞いただけでも荒れてますね。はい、行ってきます。ホテン、三角形じゃなくてホテンなんだ。三淵山ですかね。はい、着きました。何もないな。はい、ちょっとですね、見落としてましたけども、三淵山、285m ですね、これの標識が、木にかけられてました。達さんが見つけてくれました。はい、三淵山から 今降りてきてますけども、もう本当に竹やぶですね。竹やぶやぶなのですごいな。先進みます。はい、やぶこぎをしてですね、三淵山を、降りてきて、この、まあ、林道というかな、道路に出ました。はい、あとはちょっと峠の茶屋の方をちょっと巻いてですね、ちょっと変則的に、リード的に道を決めながら、1号線の方を目指したいと思います。この今映しているところから、歩いてきました。でそこがですね、谷尾崎の分かれ道というふうに、ラミネとして書いてありますね。そちらから来ました。この舗装路もですね、まっすぐ行っちゃうと、大聖寺の方に行ってしまうので、この山道ですね、こっちの方から峠の茶屋の方を目指したいと思います。はい、ちょっとここはしっかりした道っぽいですね。はい、今やぶこぎ、今までの中で多分私一番やぶこぎして、峠の茶屋近くに、降りてきました。はい、よかったです。ちょっとイノシシさんになった気分でした。今峠の茶屋の方に、来ました。ちょっとトイレ休憩をしてですね、今から荒尾山を登ろうか登る前か、話しながら行こうと思います。はい、前回ですね、天狗山から降りたところで迷った箇所に、もう一回来ています。この前はここから沢渡って向こうの方に藪、に行ってですね、分からなくて断念したんですけども、実際の正解がですね、ここ東側に行くと、
石垣が、右に見えます。石垣を越えるとですね、越えて前回もまっすぐ行っちゃったんですよね。前回もまっすぐ行っちゃったんですけど、ここから左ですね、左にテープがあるということでした。もう舘さんから、全部教わって、なるほどなと思ってます。で今回そこ行ってみようと思います。ではお昼ご飯も食べましたので、今から本明寺山の先の方の宮殿のですね、電波塔ぐらいから、本明寺の方に降りようと思います。はい、本明寺山山頂です。最近2回来ましたね。はい、ではですね、無事加藤清正像のところにですね着きましたね。ちょっと逆光で、あーでもかっこいいですね。本明寺の方からですね、今熊本市の方を眺めてます。ちょっと、白がかってますけども、そうですね、飯田さんですねの方は、正面によく見えるかなというふうに思ってます。で手前の方にはですね、熊本城が見えますね。はい、でちょっと、東の方ですねに行くと花岡山ですね、ぶしちゃり塔とかありますね。で奥の方には岩海山ですね、木原山が、見えます。